関西国際空港から神戸へは海が早くて便利でお得です。徒歩なら船と三宮までのボートライナーの切符が含まれるものがお得ですよ。車なら旅行中の駐車料金がタダになるので本当に便利ですね。チケット売り場はこんな感じで、場所はね、旅客ターミナルの1階の北の端にあります。でね、本当に隅っこにあります。自動販売機とね、カウンターあるんですけども、徒歩乗船ならカウンターがお得ですね。はい、神戸の北川さんと番外編、今回ね、海編ですね。海を渡ってまいります。はい、そうしましたらね、旅客桟橋へ向けて出発進行でございます。それでね、神戸港行きの高速船はボートライナー付きで片道1800円です。バスだと2000円ですね。で、時間は高速船は、バスも含めてね、約45分ぐらいで、電車は1時間15分ぐらいですかね。バスだと三宮から約1時間半ぐらいで、こちらのね、関空まで行きます。で、この関西空港なんですけど、島内はね、歩道がほとんどなくて、移動はこういうね、連絡バスが主になります。今どこにおるか本当は分かんないですよね。これ今北の方に向かってるんですかね。で、旅客桟橋は北西の方にあるんで、バスはね、どんどん北に向かって、またね、西の方に向かって進んでまいります。で、これまたぐっと下がってね、この上、誘導路来るんですかね。反対側ね、まあ、あの滑走路へ続くね、誘導路ありますよね。で、ここで左へ曲がって、でね、埠頭の防波堤を越えまして、港の方に出ますね。はい、海が見えてきましたね。はい、目の前がね、着いた船の、ね、お客さんを運んでいってるみたいですね。はい、ではね、ここで扉が開きましたんで、で参りましょうかね。はい、でここからね、浮き桟橋の方に向かいます。風がきつい日は結構揺れるんでね、ちょっとね、あの足元が不安定ですけどね。で、この高速船なんですけど、総トン数は84トン110人までね、乗れる総動船でございます。でこちらね、係の人にチケットのね、最終確認をしてもらって船に乗ります。で、船に乗ったすぐ右側にね、車の場合は、駐車場のね、精算機がありますんで、この右側のところでね、この精算機で、精算をしないと料金取られるんでね、この点注意してくださいね。はい、ではね、奥の方まで行きます。でね、船はね、当然前の方が揺れるんで、船酔いする方はね、後ろの方がいいかと思いますね。はい、でね、高速船なんで、一応ね、シートベルトの着用を促されます。はい、結構ね、今停泊所で揺れてるの分かると思うんですけども、で関空からね、約30分でね、神戸桟橋の方に到着します。それではね、音楽も軽快になってきたんで出航ですね。はい、これね、一応エンジンがね、ターボプロップエンジン積んでるんで、後ろの方でね、あのジェット機のような、そういうね、エンジンがします。エンジン音ですね。本日は神戸関空ベイシャトルをご利用くださいまして誠にありがとうございます。この船は関西空港ポートターミナル桟橋を出港し、神戸空港海上アクセスターミナル桟橋に向け運航しております。航海時間はおよそ30分を予定いたしております。お客様に船内のご案内を申し上げます。おタバコはご遠慮くださいますようお願いいたします。お手洗いは客室後方にございます。船内中央にはバリアフリー席を2箇所6席設置しております。危険回避のため急停止急旋回をする場合がございますので、お座席のシートベルトの着用をお願いいたします。それでは神戸空港海上アクセスターミナル桟橋到着までごゆっくりお過ごしください。それでね、関西空港の桟橋のすぐ横でね、船の向きを変えまして、神戸空港へ向けて速度を上げてまいりますね。でね、この船ね、ドリンクホルダーはついてるんですけど、テーブルがついてないのはちょっとね、不便なんですよね。
まあ中でねご飯食べることないんでね、別にいいんですけどね。それではね、関空の防波堤の中を通り過ぎて瀬戸内のね、内海の方へ出てまいりますね。でね、あの波が高い日はねここでも結構揺れるんですけども、今日はねそんな揺れないですね。でここからね速度を上げて4倍速でお送りしてまいります。それでね実際は30ノット約55キロでね関空と神戸を結んでおります。昔はね、軽キャットっていうね、これよりももうちょっとね、速度の速いものもあったんですけどもね、結構ね、速度出てますね。で出港からおよそ28分後ですね、25分でね、まだ海の上なんですけどね、進んでいきまして、神戸スカイブリッジ、空港とね、神戸を結んでるスカイブリッジを通過してまいりました。もうすぐね、神戸桟橋に到着ですね。で、神戸沖近くで結構波ありますね。窓がだいぶ濡れてはいますよね。まあ、船酔いするほどでもね、船酔いするほどね、まあ、船が揺れてるっていうわけではないんですけれどもね。はい、ここからね、西日というかね、太陽が結構眩しいですよね。でね、この辺りから徐々に速度を落としていって神戸桟橋の方にねどんどんつけていくっていう感じになっていくんですけれども、はい、桟橋がねようやく見えてまいりましたね。それでは、神戸空港のね神戸桟橋到着でございますね。はい、関係者の方がね走り回ってね船をつけてますよね。ただいま神戸空港海上アクセスターミナル桟橋に着座いたしました。船内にお忘れ物なさいませんようお確かめください。本日は神戸関空レイシャトルをご利用くださいまして誠にありがとうございました。はい、そうしましたらね、船が桟橋に着いたんで船を、ね、降りてまいりましょうかね。でね、船を降りましたら目の前にね、またねこちら浮き桟橋なんで、ここからねゆっくりとターミナルの方に向かって歩いてまいりますね。でね、横ね、まあ、スロープもあるんで階段をねこのスーツケース持って上がる必要はないんでね。はい、こちらがターミナルですね。でね、一応連絡バスもねあることはあるんですけれども、距離がねそんなにほどないんですね。なので歩いた方が早いんで、まあ、みんなね歩く方が多いですね。で、横断歩道を渡ってこの目の前がね関空ベイシャトルを使う方の駐車場ですね。こちらはね、関空ベイシャトルを使われてる間ね駐車料金が発生しませんのでね。で、こちらの横断歩道を渡って、でもう一つね道路があるんで左へ曲がってね、また奥のね横断歩道を渡ります。で、こちらがね神戸空港の駐車場でね、神戸空港から飛行機に乗る方はね、駐車料金が1日ねかからないというものですね。で、この上がポートライナーの神戸空港駅になります。で、関空のねターミナルでいただいた企画切符をね、出しておきます。なくしたらこれ大変ですからね。はい、切符を入れて、でね奥のエスカレーターで、ホームの方に上がってまいります。はい、ここからね関空からね神戸に向かう最終の列車ですね。神戸空港から三宮まで約18分で着きます。でね、関空からのベイシャトルの企画切符を使うことによってポートライナーの三宮までの料金340円がタダになるという感じになりますね。はい、それではね神戸空港を出発いたしましたね。今回ね、関西国際空港から神戸までのね道順を追ってまいりました。関空ベイシャトルをね使うとね時間も早いですし料金もね割とね節約できます。はい、今回ね関空ベイシャトル編お送りしてまいりました。またね今回の動画良かったと思っていただきましたら、チャンネル登録高評価コメントなどねいただきましたら嬉しいです。それではまた次回の動画まで、さようなら。